はい、6月5日の朝5時50分ですかね、相場解説になります。まずはデイリーの方を見ていきますけども、デイリーのね、下の方が見えてないかな。デイリーの方をご覧ください。そうですね、昨日予測した、通りに大体なったんですけども、こういうふうに大きなね、陽線が出てますね。で、上昇しているわけなんですけども、この上昇の仕方ですけども、綺麗に N を描くわけじゃなくてね、4時間 N を描くわけではなくて、上下を繰り返しながら右肩上がりになっていると。で、108円109円の方向へということだったんですけども、現在109円の156に向かっているということで、大体その通りかなというところなんですよ。分かっていただきたいのは、この移動平均線がこういうふうにほら3本開き始めて上の方に行ったでしょ。で、こういう場合っていうのは大きく上に向かうわけなんですよね。で、1時間の方を見てみると、すごく分かりやすいんですけども、レンジに向かうことを警戒というふうなお話をしましたけども、実際はレンジな、もうこういうふうなね、なんと言いますかね、フラッグというかね、こう、ほら、レンジなんだけど、右肩上がりのレンジなんですよ。これフラッグに近いですね。傾きとしては、30度ぐらいで上昇しているのかな。こういうふうにね。で、私が考えていたのは、N の波動が来たらすごくやりやすかったんですけど、ズバーッと上来て、調整が入って、上の方にって考えてたんですけども、そうはならずに、上下を繰り返しながらね、昨日申し上げましたけど、上下を繰り返しながら、じわーっと上の方に上がっていく形になりましたよね。で、これからも上昇を続けるのは、この開き方で、なんとなく分かるんですよね。こことここ、似てるでしょ。こういうことなんですよ。ただ気をつけないといけないのは、ここも似たような形になってます。3本開いてるんだけども、開いた後で横へ行ってるじゃないですか。こういったことも警戒しないといけないかなと思いながらの金曜日です。基本的には109円の110円方向じゃないですか。買いに行けばいいと思いますけどね。で、あとはエントリーポイントの考え方なんですけども、お分かりの方いると思いますけども、ここですよね。まずはここでエントリーポイントがあったわけなんですよ。で、身長を期すためにこのヒゲを抜けたら、だからまさに今なんですけどもね、ヒゲを抜けたら買いに入ればいいんじゃないかなということで、私はこう買いの線を入れてるんですけどね、ここにね。ここから買う方法もあるかなってことですよね。はい、あとはそうですね、今日はこのぐらいですかね。また追加放送すると思います。それでは。